リーグ開幕を控え盛り上がりを見せている FA コミュニティシールド。この一戦はリバプールがマンチェスターシティを相手にします。伝統ある FA コミュニティシールドはこれまで何度も見応えのある勝負が繰り広げられてきました。このタイトルを獲得しておけば気持ちよくシーズン開幕を迎えられますね。この一戦も白熱したゲームを期待しましょう。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、マティプとファンダイクがセンターバックに、ヘンダーソンとシアゴ・アルカンタラが中盤の真ん中、ワントップの布陣で臨みます。この選手に注目ですね。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。ゴールキーパーはエデルソン・モライス、カンセロとウォーカーがサイドバックに、デブライネとロドリゴが中盤の真ん中、そしてトップはハーランドです。リバプールのエンブレム中央にある鳥ですが、ライバーバードといいます。リバプールの名前の由来になったという説もあります。はい、伝説の鳥だそうですね。マンチェスターシティのキックオフで試合が開始します。イルカイ・ギュンドアン、イルカイ・ギュンドアン、ここでグリーリッシュ、アタッキングサードに入ってきた。アドバンテージです。続いています。マンチェスターシティ攻撃はここで止められます。リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。決まった。ゴール！キーパーのミスを見逃しませんでした。これはゴールキーパーの痛いミスでした。難しい仕事なのは分かりますが、これは言い訳できないですね。ロドリゴ・エルナンデス、パスをつないできましたがここで奪われました。このパスはわずかに味方と合いません。相手のスローインになります。グリーリッシュ、マンチェスターシティのフリーキックになります。キーパーがしっかりと止めました。サポートの選手がいます。ここはよくスペースが見えていました。エデルソンが防いだもののプレーは続いています。ゴール！最初のシュートはキーパーに防がれたものの、今度は決めてきました。キーパーは見事なセーブを見せましたが、ボールがこぼれたところを相手に決められてしまいましたね。こういう場面は周りがフォローしてあげないと守りきれません。
フリーキックです。リバプールです。ルーズボールです。ボールはどっちだ。キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。これはいい位置でカットした。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。ボールはゴール前へ。ここはキーパーが出ていました。もう少しで絶好のチャンスになかなり無茶なタックルでしたね。おそらく警告を受けるでしょう。警告が出されます。リバプールの選手にイエローカードです。今のはイエローでもしょうがないでしょうね。これはナイスインターセプト。うまく読んでいました。今のタックルはカードが出るかもしれません。ここはレフェリーがイエローカードを出しました。この選手には事前に注意がありましたね。聞き流してしまったんでしょう。これはやむを得ません。ルベンディアス、デブライネ、ここでハーランド、ボールに飛び込んだ。カウンターアタックのチャンスです。しっかり見えています。アリソンが防いだもののプレーは続いています。どこに上げてくるのか。振り抜いた。ポストだ。決まった。これで1点差。同点まであと1点です。クリアするならもっとはっきりクリアしないとダメですね。中途半端なプレーが危機を招き相手に決められてしまいました。ちょっと集中力を欠いているんじゃないでしょうか。さてキックオフで再開です。追い込まれていたマンチェスターシティが1点差にまで追いついたことで勝負の行方が分からなくなってきました。ルーズボールになった。ファビーニョ、このまま行きたい。のセーブ。まだインプレーです。来た。ゴール。最後までよく集中していました。キーパーとしては一度素晴らしいセーブをしただけに悔しい失点でしょう。キーパーにとってはアンラッキーでしたね。ファインセーブを披露したものの相手の前にボールを弾いてしまいました。これは悔しいでしょう。逆転まで行くしかないでしょう。スタンドからは歓声とため息がこだまします。いい寄せです。マフィズ、チアゴ・アルカンタラ。リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。リバプールのコーナーです。ここでリードできるでしょうか。ボールはエリアへ。このボールはディフェンスがクリアします。レフェリーはこのファールをどう見たのか。この選手はすでにイエローカードをもらっていますね。この日2枚目のイエローカード。退場です。いや出てしまいましたか。
マフレズ、デブライネ、勝ち越し来るか。これはナイスタックル、危機を出しました。リアド・マフレズのコーナー。さあここで一気に仕掛けられるか。通りませんね。クリアされました。サラ、さあどうする。サラ、エデルソンのセーブ、まだインプレーです。決まった、見事な得点。一人退場者を出したチームがここで試合をリードします。ゴールシーンをもう一度見てみましょうか。最初のシュートはキーパーが好セーブを見せて弾き出します。しかしプレーを切れなかったので結局相手に決められてしまいました。キーパーにとっては不運だったと言うしかないですね。さてマンチェスターシティボールのキックオフです。1点も追いつくために反撃開始となるのか。スライディングタックル、前半が終了いたしました。さあ後半のキックオフ、リバプールの1点リードで折り返しです。遠目からシュートも、これは難なくキーパーが処理しました。マフレズ、ここでハーランド、このスルーパスは通りそうです。惜しい場面でしたがここで奪われました。ファビーニョ、ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。サラ、ここはキーパーが止めました。ダイビングセーブを見せましたね。リバプールのコーナーキックです。相手を突き放すチャンスが巡ってきました。カウンターを仕掛けるチャンスです。カウンターアタックに入りましたがボールを奪われました。ファビーニョ、サラ、これは読んでいたか。インターセプトしました。シュートチャンスに歓声が上がる。1対1をしのいだ。エデルソンのファインセーブ。ヘンダーソンのコーナー。タックルで相手のチャンスを潰しました。ボールを前に運んでいます。このコーナーは得点のチャンスです。これはクリアしきれないか。マンチェスターシティのフリーキックになります。福西さん、アーセナルが随分前から狙っていた本命の選手を獲得しましたね。はい、この絶好の形になりそうです。アリソンが防いだもののプレーは続いています。ここはよく守り抜きましたね。いいタックルです。グリーリッシュ、ハーランド、ゴールを許しません。キーパーのダイビングセーブ。
セーブ。ボールを入れました。あっとこれは危ない、クリアミスです。カンセロ、中の選手を狙ってきた。このボールはキーパーが弾き出します。リバプールパスをつなげない、危険なエリアです。マンチェスターシティのチャンスになりますか。デブライネ、このシュートはブロック。相手陣内でインターセプト、攻撃のチャンスです。いけるか。おっと、これでリバプールが2点のリード。ちょっとスペースを与えすぎでしょう。ディフェンス側はタックルしてでも止めるべきでしたね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。デブライネがボールを奪われました。これはリバプールのフリーキックになります。レフェリーはカードを出さずに注意で済ませました。キーパーがうまく飛び出した。カウンターのチャンスです。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。試合終了まであと15分あります。裏を狙う、よく見えています。ゴール、ゴール。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。ロバートソン、チアゴに渡った。残り時間は10分です。まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。残り時間はあとわずか。マンチェスターシティは同点に追いつけるか。なかなかいい攻撃でしたがディフェンスに処理されました。さあ一気に仕掛けるか。ディフェンスボールを奪います。さて試合の方はそろそろ時計を意識する時間帯になりました。リバプールがリードしたまま終盤を迎えています。すごい点の取り合いになっていますが、今のところリードしているのが幸運でしたね。とにかく今は守備に人数をかけて相手にシュートチャンスを与えないようにすべきでしょう。残り時間を守りきれば勝利です。ありそうだ。ここはエデルソンが対応します。アーリン・ブラウト・ハーランド、ファールはアドバンテージを取ります。マンチェスターシティのプレーが続きます。アディショナルタイムは4分と表示されています。ジョアン・カンセロ、ここはキーパーが死守。ディ
ディフェンダーをうまくかわした。エデルソンが反応した。ゴールを許しません。ファールした選手の方を主審が見ていますね。ああ、カードが出ました。イエローカードです。ボールはゴール前へ。試合終了のホイッスル。開幕前の記念すべき試合にチームは見事勝利しました。やりましたね。まだ目標を一つ達成したに過ぎませんが、今シーズンへの準備は万全なようです。リーグ優勝も十分狙えるんじゃないでしょうか。さて、スタジアムでは表彰式が始まっています。何かもう待ちきれないという気持ちが伝わってきますよね。こういう大会でも優勝は嬉しいものですから。はい。そして今選手がトロフィーを手に取り高く掲げました。チームは今シーズンの行方を占う大会に優勝し、前途洋々で開幕を迎えます。そうですね。もちろん浮き沈みはあると思いますが、苦しい時もこの瞬間を忘れずに戦ってほしいと思います。さて、トロフィーを中心に据えて選手たちがポーズをとっています。優勝を記念する写真撮影ですね。まあ本当はリーグ戦の優勝トロフィーを持って撮影に臨みたいところでしょうが、それは今週